翼が濡れすぎじゃ、村爺。いかにも。しかし、ここに鳩を隠すというのは、もともと殿のお考えにござりまするぞ。やぶしげが村で患者を探し回っておるようじゃの。殿、拙者が名乗り出ること、何とぞお許しくださいませ。そうはいかん。お主の誠の名は、殿本明直。かねてよりわしに仕える大事な家臣じゃ。患者の役目を続けよう。ならば、いかがいたしましょう。その方の身代わりをあてがってやれ。地震の後、ようやくこれが見つかりました。お叔父上の仰せの通り、不埒な患者めが暗躍しておったようでござる。誰の家じゃ？年寄りの庭師でござりまする。名は上次郎、万人の屋敷に仕えておりました。昨日死にましたが。運のいいやつじゃ。